はい、皆さんこんにちは、ということで、行われておりますこちらの招待席なんですけどね、今ね実はねちょっとね収録してたらまたねなんかねあの iPhone のトラブルね、画面が割れちゃってるんでね仕方がないのかもしれないけどそういうのがありました。まあ気にしないでね、撮り直すということで今日一人で、こちらの招待席を撮りたいと思います。先週一応お約束だったと思うんですけどいろんなお話もあるんですけどね、来年の皆既月食か今年の皆既日食とかね、まあ、日本でもアメリカでもいられますが、その話はとりあえず置いといて、ちょっと話すかな。水瓶座とお約束通りに、魚座の神話の話をちょっとしたいと思うんですね。この話はね、やっぱり星座の話っていうのは、やっぱり星を最初覚えた頃で一番楽しいことですし、プラネタリウムでこの話が好きだったのがね、ちっちゃい頃の思い出だと思います。とにかく星座の神話面白いです。それが本当かどうかってことじゃなくて、僕は歴史も研究してると、実際にあった話を、空に当てはめるというのが別に。行きましょう。こちらの招待席。なんか慌てたしく言っちゃいましたけどね。未だにね、歯が奥歯に残ってて、これが喋りづらいです。抜ければ完璧喋れます。そんな感じがしました。さあ、それでは水瓶座。この前説ね、水瓶座ってね、あんまり目立たない星座なんですけど、実に素敵な前説があると思うので、行ってみたいと思います。水瓶座は王道十二星座第11の星座で、水瓶を担いでいる人物の姿とされています。そうですね。少し見えにくいんですけど、4つの、4等星ですからね、三つ矢を作るのが目印で、これが水瓶となっており、ここから南星が2列に続くものが水の流れで、南の魚座の、魚の口に注ぎ込まれています。注ぎ込まれているとね。これ後で言う魚座と違うんですよ。南の魚座なんです。はい。で、古代バビロニアの彫刻には、肩に水瓶を担いで水を注いでいる人物があり、これは太陽がその地方の雨季の間、その星座を通るためと言われています。これバビロニアっていう問題なんですかね。また、エジプトでもこの星座は冬の雨季を表しており、ナイル川の増水はこの水瓶座の男が水瓶を水源に投げ込んでいるためと、に起こると言われていたと。で、これ実際ね、ギリシャ神話じゃないですか。だから、ギリシャ神話はバビロニア古代ね、とか、エジプト。ここの神話を元にしている場合も多いので、古代エジプトの話なん、古代ギリシャの話なんですけどね、そういうのがあったということです。はい。古代ではこの部分を、天上の海と見ていて、魚座、水瓶座、南の魚座、ヤギ座、カニ座などの、クジラ座か、カニじゃなくてね、星座を設けたそうですと。伊手座には、ヌンキ、海の印という星があり、これより東が海であるという意味から、その名前になったとされていると。ヌンキってあるんだ。知らなかった。はい。ギリシャ神話では、この星座をゼウス自身が大地に水を吸い入れる姿も、ともされています。で、だけども、これ一般的には、ガニメーデスね、ガニメーデね、とされていると。ガニメーデっていうのは、ゼウスがさらった美少年ですけどね。ガニメーデスはトロイアのトローズの子とされ、最も美しい少年とされていたということですね。オリンポスでは神々の酒盛りがあり、その時に釈放する役だったのは、ゼウスとヘラの娘のヘーペだったんですね。うん。ヘーベね。ヘーベは、青春の美という意味でゼウスの娘として神々の世話をしましたと。ヘーベね。ヘラが戦車に、乗るのを助けて、兄アーレスね。アーレスというのは火星のアーレスね。戦争から帰ってくると入浴を助けて、ホーラーたちとアポロンの、琴とかに合わせて踊り、酒盛りでは釈放しましたということですね。はい。ヘラクレスの、昇天後、死んだ後ですね。昇天後ってのは天に上がった後に妻となり、アレクシアレースと、アニーケイトスの二人の子を設けましたということですね。これ知らないです、僕ね。うん。ある時、ヘーベーってですね、誤って転び、酒盛りの、釈ができなくなりました。変わるものが必要になったと。うん。ゼウスはガニメーデを選び、彼がイーダ山という山でね、父の、羊を晩をしていた時に、大鷲となってさらいオリンポスへ連れてったって、オリンポスへですね。ガニメデスはそのままオリンポスで暮らすこととなり、その代わり、人さらいですよね、簡単にね。父は審判にまたがり、ヘイパトスの作った黄金の、これはブドウの木を与えたそうです。よくわかんないです。単なる人さらいに対してってことですね。この当時のギリシャ神話ってのは、本当にあったね、古代ギリシャの王朝の話、それを星に挙げたような形で、古代ギリシャってね、2000年ぐらい前とか3000年前のギリシャじゃなくて、もっともっと1万年ぐらい前のギリシャの話とされてますね。
はい、続いて魚座の伝説です。魚座は12星座の最後の星座ですが、王道上では、春分点が移動してしまったため現在は一番最初の星座になっている。実際はね、大きな星座なんですけど4等星以下の星しかなくて見ることが難しい星座、本当そうなんですよ。今の星座は2匹の魚が、紐で結ばれた姿が描かれていますが、古い星座は人魚とこれはツバメの頭を持つ魚が、紐で結ばれている姿が、描かれていますと。これは2通りの説があります。1つはバビロニアの宇宙的大女神、アスタルテというあとその、死者のツバメとするものでアルタスタルテが、天地万能の創造主であり愛を司る女神であったことから万物が眠りを覚ます春を知らせる、ツバメを支配しているものというふうに言ったってことですね。はい、うん、もう一つはエジプト神話のイシスが、殺害されバラバラにされて捨てられた兄オリシスを ツバメとなり魚となり探した姿ともされた。うまく喋れないなこれ。ギリシャ神話では愛と女神、ね、愛と美の女神のアフロディーテとその子エロスがエリダヌス川のほとりを歩いていた時突然現れた、怪物ティポンに驚き魚の姿に変身して逃亡した。これは有名なあのヤギ座の伝説の時ですよね。この時にあの魚になったのはこれだと、その姿が魚と、魚座となったと。このティポンは、簡単に言うと神々巨人と戦ったガイアが生み出した人間と獣の合わさったものともう、ヘラが夫ゼウスに復讐されるためにクロノスから受け取った2つの卵から生まれたとも、言われる怪物だと。すべて山より巨大なで、なんだろうな、100の竜の頭を持ち人の体に、腰より膝より下は毒蛇がトグロを巻いた姿が現されていて一般に、なんだろう、嵐の神とか風の神とされて、なんだろう、タイポンの語源ともなっています。巨神族とオリンポス神族の最後の戦いに現れた怪物でゼウスと一騎打ちをしましたということですね。これはだから俺も同じです。古代ギリシャの神話の中で実際にあった話をこれに当てはめたということですね。ディポン独者でゼウスを締めるとその手足の剣を切り、キリキアにある自分の巣に運びゼウスを閉じ込めてしまいました。隠してあった剣をヘルメスが踏み出してゼウスに密かにつけた。力を取り戻したゼウスは羽のついた戦車に乗って、雷撃を打ちながらティポンを追いハイモスさんまで追い詰めてティポンにエトナさんを投げつけて山投げつけたってよ、押しつぶして退治したということですね。それ以降エトナさんは火を吹いているそうです。これがよくわかんないですけどね、その星座の神話ですね。神話ってのはだからそういう意味ではね、実際の話とそういうね王様を神にあがめた頃の話でだからギリシャがそんなに歴史ないっていう人がいるんですけど1万年以上前からギリシャ歴史があったんでその時の話だということです。はい、ということであと関係ない話を一つ言いますね。皆既月食が2018年にあります。来年の1月31日です。もう1年切りました。で、これは、もう全国で皆既月食が見られるという2月1日にかけてということなので、もうそういうような、2018年のいろんなものがもうね、発表されています。これも楽しみですね。アメリカでは当然ですけど、皆既日食があります。だから僕は今年の9月夏ぐらい、もちろんね、日本にも行くんですけど、皆既日食の時はアメリカでツアー回りたいので、皆さんが一緒に皆既日食行かれる方がいらっしゃったら、これツアーでなくてアメリカに普通にロスに来てもらって、ロスから陸路、またはなんかでね、行ってみるようなツアーを考えたいです。もちろん一人ではできませんので皆さんがもしか興味があったらじゃないと僕勝手に行って買ってみちゃいますからいいと思いません？皆既日食もう何度も見てますけど僕は皆既日食素晴らしいですよ。この感動を一緒に見られたらいいなと思っております。それ以外にもねいろんなあります。冥王星の話もあればこれ高校生が解説プラネタリウムで青春ショートがあります。だからこういうんじゃなくて実際の天文の話をするのがベストと思いますからね。星空はやっぱり素敵ですから、皆さん見る機会を作ってください。宵の明星3月頃まで綺麗に見えますので夕方ですね一番明るい星が、宵の明星である金星です。はい、あとホンダムルコスパデュサバコ彗星かね。パデュシャコバって言ってますが、パデュサバコ彗星って僕ら聞きましたね。そういうものも見えます。だから2月そんなにね、捨てたもんじゃないんですよ。見たらなかなかいいよ、ものもたくさんあるから、ぜひ見てほしいなと思います。
今本当にね、スマホでもたくさん写真が撮れるんで、なかなかすごいです。昔の天文機よりです。だから、8月21日にアメリカの横断の会議日食があるので、ここら辺なんかもね、ぜひ皆さんね、一緒に行けたらいいんじゃないかなと思います。そんなに長くない時間ですけど、ぜひ見られたら素晴らしいですね。ということで、今日はこれまでにしましょう。はい。どうもね、最高に歯が良くないので、もうすぐ抜けて喋れるかな。また来週です。さよなら。どうも。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。